新規感染者は5人で、静岡市が3人、富士市と八重洲市がそれぞれ1人です。感染確認は県全体では2日ぶりです。一方、浜松市は12日連続でゼロとなっています。また、菊川市はワクチン接種で注射器にワクチンを入れず、空のまま打つミスがあったと発表しました。ミスの注射を受けたのは男性1人で、 これまでに健康被害はないということです。